ベルジャントリペルの起源となった、ウェストマールトリプルベルジャントリペルの一つ、マレッツジュートリペルは、ヨーロッパの定地地域を、主とし、ヨーロッパの他の国々やアメリカで醸造される強い、ペールエールのスタイル。スタイルの起源でもあるベルギーのトラピスト回収動員であるウェストマールのビール、醸造所が作るビールのうち最も強いビールを指す。1934年、 ベルギーのウエストマール醸造所が作った新しいビールはスーパービアと呼ばれていた。ブロンドエールにとても似ている強いビールであり、1931年以来修道像が時々醸造していたビールである。1956年そのレシピを改変しトリペルと命名した。それが今日のトリペルの起源となったビールだと考えられている。トリペルはビールの相対的な 強さを示している。これにより、トラピストビールは、インクル、デュビル、トリプルの3つに分けられた。キリスト教における3位一体の重要性を考慮すると、ビールの種類が3つに分けられたことが偶然だとは思えないという意見もある。トリプルが生まれた理由の1つには、1919年のベルギーのバンディベルド条例があると考えられている。 1983年まで効力があった。この条例は、特別強い飲料であるエネーバの販売家提供を禁じていた。この条例には、ビールやワインは対象として含まれていなかったので、より強いビールを醸造するには、商業的に良い節目となった。当初、トリペルの液色は、ダークな色合いであったが、ベルギー国内でも、単色のピルスナー系のビールが売れ始めたことに、 対抗して、ウェストマール醸造所は、同醸造所のトリペルの液色を金色としたことで、大反響を呼んだ。その後、ウェストマールのトリペルに追従し、トリペルの液色を金色にすることが、一般的となる。ジェフ・バンデンステーン、トラピスト、ヘッド・ビア・ EN ・デモン・ニケ ISBN9058262146、ページ43ヘッド・バン・リアダへ通る、イン・ヘッド・スプア、 バンデトラピストン ISBN9026107048AB 田村伊佐ベルギービール名館ベルギービールという芸術公文社公文社新書2002年9月21日初版第1冊30ページ ISBN4 から334031617 2008年2月20日閲覧ありがとうございます